ドンチェリウスということで今回なんですけど、毎日コーディネート紹介85日目ということで、今日こんな感じの格好でございます。はい、こういう感じでね、めちゃめちゃ今時でいい感じじゃないですか。はい、こんな感じなんですけど、とりあえずね、着てるアイテムの紹介からしていくと、まずね、このアウターの N2B なんですけど、これは、福岡のね、古着屋で買いました。はい、こんな感じ。これもね、めちゃめちゃ気に入ってます。で、今度インナーなんですけど、これはエチュードの23年秋冬かな、まあ去年のアイテムで、まあロゴドン系のアイテムなんですけど、これボディカラーがねめちゃめちゃ良くて、結構濃いめのロイヤルブルーというか、で、しかもね、素材もオーガニックコットンなんで着心地も良くてみたいな感じでね、さらにインナーとしても結構映える感じなんで、めちゃめちゃ気に入ってます。で、今度パンツなんですけど、これはね、もともとフルレングスのパンツだったんですけど、あの膝下でこうジップでね、取り外せるタイプのパンツで、これは僕が気に入ってるね、あのミスターチャビっていう古着屋さんで、買わせていただきました。で、まあ下を取り外して、ハーフパンツとして履いてるんですけど、もともとね、結構ハーフパンツにしても丈が長めなんで、今っぽいね、こうバギーっぽい、シルエット、かつポケットがね結構ついてて、まあそういうちょっとテクニック系の要素もあってね、めちゃめちゃいい感じです。で、今度は靴なんですけど、これが三原のピーターソンを G ドラゴンをねリスペクトして、こういう感じでかかと履きに、最近変更してね履いてる感じです。で、今度アクセサリーなんですけど、ネックレスがこれファイナルコールのラブのネックレスで、指周りがマルジェラ結婚指輪して、ラブのこれもファイナルコールのアイテムで、ブレスレットもファイナルコール。そして、サングラスなんですけど、これも T シャツと同じくね、これエチュードの今シーズンのアイテムです。結構ね、スクエアなのとボリュームもあってね、あのめちゃめちゃいい感じです。で、あとね、ニキビ24年秋冬。って感じだったんですけど、はい、全体的にね、こんな感じで、まあ、ハーパンとヘビーアウターを合わせるってね、合わせが結構この秋とか春しかできない合わせになってて、まあそのミックス感をね、楽しめるっていう意味でも、ファッションの秋というか、感じもありますし、全体としてね、ちょっと子供っぽいアイテムというか、やんちゃなアイテムというか、まあ例えばこのブルーの T シャツだったり、このハーフパンツだったり、まあちょっとかかとバッチしてる感じだったりとかもあるんですけど、それをね、こう一気にキュッと締めてくれる、この N2B がね、いい味を出してて、まあその全体のミックス感とギャップというかも感じられるし、色の合わせもね、なんかまあ青は結構パキッと入るんですけど、まあインナーでもあるし、なんか全体としていい感じに落ち着いててね、めちゃめちゃ気に入ったスタイリングが組めました。ということでね、参考にしたい方はいましたら参考にしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また